アイテム番号 SCP-2014 オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-2014 はサイト27の適切なヤモリを人工生息環境に保ちます。ユーブレファリス・マクラリウスのオープンソースの資料に由来するケアシート2014 A 指定の世話を行ってください。 SCP-2014 は模範的行動を維持している場合は娯楽目的でスケートボードを使用することができますが、収容違反の試みに備えて麻酔科医の監視下に置かなければなりません。説明。 SCP-2014 はヒョウモントカゲモドキユーブレファリス・マクラリウスの種に属する成熟したユウのヤモリであり、体長 8.5cm です。 SCP-2014 は肉体的には同種のタコ体と区別がつきません。 SCP-2014 には知性があり、遠距離からオブジェクトを操作するための粘動能力を有しています。 SCP-2014 は24メートル以内にある任意のオブジェクトを見えているか否かに関わらず操ることが可能です。SCP-2014 は自身を複数のカルト教団設立と殺人、窃盗、公然猥褻などのいくつかの犯罪に関与したことが疑われるズアーマゴッスという名の異次元実態であると主張しています。SCP-2014 は1998年2月21日、ロサンゼルスのスケート選手権で参加者の一人が物理的に不可能なスタントを披露したことで財団の注目を引きました。後に、当該選手はズアーマゴッスの精神をペットのヤモリの肉体に召喚するためのオカルト儀式を行っていたことが判明しました。SCP-2014 は選手権において彼に優位を与えるため、ポケットの中から念動力を使用していました。すべての目撃者にはクラス B の記憶処置が施されました。ほい、インタビューログ。回答者、SCP-2014。質問者、博士。女、SCP-2014 は意思疎通のため、念動力で操作するためのペンと紙を与えられた。すべての返答は逐語的に転写されている。記録開始。博士、こんにちは、SCP-2014。私の言うことがわかりますか？ SCP-2014、はっきりとな、博士。博士、もしよろしければ、いくつか質問をさせていただきたい。SCP-2014、よかろう。回りくどい言い方をしおって。博士、あなたが占めている肉体は、本来のものではないのですね。SCP-2014、その通りだ。あの育児なしの小僧めに召喚された時、このトカゲの中に放り込まれた。奴は何やらスケートの試合のことで夢中になっていた。貧相な動きしかできん全くのど素人なのが見てわかったよ。だがな、まさかあんなことで召喚されたとは信じられなかった。しかもあのカスは生贄を捧げようともしなかったのだぞ。近頃の子供はラブクラフトを読まんのか。博士、この人物があなたを召喚したのは、試合で有利になるためということでよろしいですか？ SCP-2014。そうだ。あのコワッタは自分のスキルを一段階上げるために我が邪悪なる力を利用しようとした。それをどうのこうのというわけではないがな。私は個人的には、お前たちは欲望に対して忠実に働くべきだと思うのだ。真なる自らを見据えるがいい。数十ものカルトが殺し、盗み、我が名に酔いしれているぞ。博士、だったら、なぜ彼を助けたのです？ SCP-2014。正直に言おう、博士。あらゆるルールには例外が存在するものだ。そして私にとっての例外はスケートだったのだよ。我が英語の時をもってしても、あれほど生かしたものは見たことがなかった。かつて私は、お前たちのことをカスの寄せ集めと考え、十分に力を得たら危機として滅ぼすつもりだった。だが今はよりよく理解できている。
博士、なるほど。それと、あなたは異次元の実体であると主張していますね。あなたがどこから来たのか、またあなたのような存在がたくさんいるのかどうかについてお聞きしたいのですが。SCP-2014、かなり狂気の沙汰だぞ。お前たちの世界のような惑星や星はあるが、生命は別物だ。惑星サイズの星食い水晶蛇とか、時計仕掛けの植物を作り出すために土地を肥やす吐き気がするような雷雨とか、ダイヤモンドのサンゴで満たされた極寒の海とか、絶えずスパイスガールズの曲を歌い続ける有翼肉食卵なんかがいる。そして、そうだ。私のような友柄もとてつもない数がいる。群衆の中で、召喚されて生贄を獲得できるように目立つのは並大抵のことではないぞ。だが私はなんとかやってきている。博士、現在の肉体が破壊された場合はどうなるのですか？ SCP-2014、帰ることになるだろうな。生贄なしの手ぶらと知れば、妻とぬるぬる坊やは喜ぶまい。博士、妻子がいらっしゃるのですか？ SCP-2014、おい、頼むから思い出させないでくれるか。博士、よろしい。インタビューはこれで十分でしょう。ありがとうございます。SCP-2014。SCP-2014。博士、なあ、一つ頼みがあるんだが。博士、場合によります。SCP-2014。私と共にスケートに行く時間はあるかね。もしその気なら、お前に邪悪な動きを教えてやることもできるぞ。博士、検討しておきますよ。記録終了。